ボニー・ハントは、アメリカ合衆国の女優、コメディアン、声優、脚本家、映画監督、プロデューサーである。イリノイ州シカゴに生まれ、電気工の父ロバート・エドワード・ハントと、専業主婦の母、アリス・イー・ハントの三女として、アイルランド系カトリックの家庭で育てられる。高校卒業後は看護師として働いていたが、1984年、ジョーン・キュー・ザックラと共に、 即興劇団を共同で立ち上げる。1986年には即興コメディ集団のセカンドシティに入団した。1988年にレインマンで映画デビューを果たし、NBC のコメディ番組サタデーナイトライブのレギュラーにも指名されたが、番組プロデューサーが即興を重視するファンとの姿勢に難色を示したことから出演を辞退した。1993年、 友人であるデイビッド・レターマンの制作葬式により CBS のシットコムザ・ビルディングで脚本と主演を務める2000年にはロマンティックコメディ映画この胸のときめきで映画監督デビューを果たし2002年からは ABC のシットコムライフ・ウィズ・ボニーで脚本と主演を担当した2008年ワーナー・ブラザースが配給する平日午後のトーク番組ザ オニー・ハント賞の司会者に就任し、初回放送では1995年に映画、ジュマンジで共演したロビン・ウィリアムズをゲストに迎えた。ハントは、この番組での仕事ぶりが評価されて、デイタイムエビーショートーク番組司会者賞にもノミネートされたが、番組は2010年5月26日の放送会をもって、レギュラー放送を終了した。声優としても、カーズシリーズや、 トイストーリーさんなどといったピクサーアニメーションスタジオの作品に参加しているほか、2013年に制作されたオムニバス形式のテレビ映画、コールミークレイジー5つの処方箋ではうつ病に悩むコメディアンを主人公にしたセグメントエディで監督を務めている。1988年に銀行員と結婚したが、2006年の レートショーイズ、デイビッドレターマンに出演した際には、現在は一人と発言している。ありがとうございます。